そう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 。ツイートできたかな？危ない危ない。危ないよ。のんきにお風呂に入ってたらちょっと こんな時間になっちゃった。超ギリギリじゃん。危なかった。危なかったです。お風呂入ってた。急やんないと思った。ごめんね、お待たせして。あと2分だよ。あと1分じゃん。もうちょっと可愛い感じで年越したかったけど、まあだってこれさ干物女じゃん。めっちゃ干物じゃん。おしるこセット、クリスマスプレゼントでもらったやつ。やば、もうすぐだよ。ちょっとそわそわしちゃう。何も喋れない。どうしよっか。なんかするの？みんな年越しの瞬間なんかする？いやー、焦ったね。今年一番の焦りでしたわ。っていうのはちょっと思ったけど。あ、待って、年越した、年越しました明けましておめでとうございます。喋ってるうちに年が越しました。明けおめ、ツイートしよう。即ツイッターツイートするね。今からするね。したよ。したからみんなみんなリプして。あー、あけおめ、ようこそ2020年。お、もうリプが8件も来てるよ。ありがとう。明けおめ、何もせずに明けおめしちゃったね。いやー、0時00分にツイートするという、ツイッターラーじゃん。私ツイッターラーじゃん。まあそうなんですが、まあ今日はね、ちょっとのんびりやろうかなと思ってます。のんびり配信します。あけおめ、あ、私今ね、あの紅白そのままつけてて、今ね和太鼓になってる。ちょっと他のやつも見てみる。でもガキ使を途中から見るっていうのもちょっとあれだよね。しかも無音だからね。やっぱカウントダウンかしら。今もうクライマックス。あのガキ使はね、その紅白始まるまで見てたの。そう、今日ほどテレビ何台も欲しいと思う日はないね。いや、ギフトありがとうございます。読んでなかった。あら、ふみくんが
1、2、3、4、5本。うそん、すごい。1、2、3、4、5。え、ありがとう。ふみやくんなのかな、これは。ありがとう、明けましておめでとう。ここありがとうございます。明けましておめでとう、お久しぶりじゃないかな。ありがとう、ありがとうございます。くま、かずりんちょ、かずりんちょ、かずりんちょ、なるちゃん、とおる、レグルス、しほ、くっきー、ゆうた、くま、ありがとう。そしてあ、まっさん、まっさんもタワー、ありがとう。今年初のまっさん、ありがとう、ありがとうございます。はいはいはい、あのね、コメントをね、正直ごめん、全然読めてなかった。ありがとう、コメント。明けましておめでとうが大半を占めております。初めての方もぜひ一緒に過ごしましょう。おきょうめ。あ、待って、間違えた。ふみくんじゃないよね、ふみちゃん。ねえねえ、間違えた、もしや。くんじゃなくてちゃんちょっと待って、あの、教えて、ふみちゃん、ふみくん、どっちなの。ねえ、間違えたかもしれない、恥ずかしいね、顔真っ赤になっちゃったじゃん、本当に恥ずかしい。ねえ、間違えた、ごめんめちゃめちゃ恥ずかしいふみちゃん、ありがとうごめん、くんなんて言って。わかるよ、ふみちゃん。え、ライトが消えた。ふみちゃん、ありがとう、改めてありがとう。なんでライトが消えたの。つきましたありがとう、ごめんね、ちょっと間違えました。もう新年からかましてしまった。まあこういう時もある、投げキスで解決。はい、みんな押されましたとさ。あ、爪かわいいじゃん。そう、これね、そう、これね、ちょっといただいたネイルを使いました。なんていうブランドだっけな、コゼットジョリっていうところのネイルです。どうしよう、ちょっと髪の毛がボサボサすぎる、縛るか。おしるこセットすごいでしょ。おしるこがこんなにいっぱい書いてあるんだよ、なかなかないでしょ。これ初めて来た。そう、この前のさ、クリスマス配信でサンタさんからのプレゼントを開封したんですけど、そのプレゼントに入ってて、これ着て年越し配信するねって言って今日初めて来ました。年越しそばはね、食べてないんだ実は。今年はね、食べてないんだよ。そう、だってさ、食べ過ぎなのよ。昨日、大晦日、もう昨日だね、昨日にうなぎを食べて、
贅沢をしてしまったし、一昨日にジローも食べてしまった。これはちょっとね、お蕎麦食べていいのかしらって思っちゃった。そうだから今年はなしです。去年は食べて配信してたよね。そう、しかもね、まだ食べる予定もあるから、お正月に今日はちょっと我慢しとこうと思った。そう、ジロ行ったの。どうしてもね、麺納めはそう、ジローにしたくて。でも並ぶじゃん、どこも。みんなやっぱ同じことを考えるというか、まあ分かるのよ、すごい気持ちが。そうだから、しかも人気のお店なのね、館内って。そう、ずっと行きたかったんですけど、でもそのライブの会場の、あ、のんのからミリに明けおめってきた。のんの明けおめ、 LINE は後で返すね。そう、そう、ライブの会場が横浜の方だったので、あ、これは行くしかないと思って行きました。そう、事前にねリサーチしてて、そう、事前に リサーチしたら90分待ちとか書いてあって、うわ、これはめちゃめちゃ並ぶだろうなって思って行ったら、案の定並びました。2時間、一人で2時間。でも正直ね、あっという間ではないけど、まあまあこれぐらいかなって感じだったから、全然並べました、一人でよ。基本ラーメンは一人で行ってるよ。めちゃめちゃ美味しかった、汁なしの。ちょっとラーメンの話ちょっと長くなっちゃうんだけど、今日まあね、長く配信するからいいよね。そうで、汁なし食べることは決めてたんですけど、そう、入る時に店員さんに多分気使ってもらって、麺の量どうなさいますかって聞かれたので、普通はあんま聞かれないんだけど、あー、やっぱり多いのかなと思って、麺の量。そう、減らさないつもりだったけど、せっかく聞いていただいたから、ちょっと少なめにしようと思って、少なめでお願いしますって言ったら、全然なんか、なんだろう、全然食べられちゃって、だから麺少なくなくてもよかったなと思った。うん、っていう話。それぐらい美味しかったって話。そう、ちょっと足りないというか、あ、美味しかったって終われる二郎になったから、まあそれは良かったんですけど、ちょっと苦しいなぐらいが結構好きなので。そう、だから次は減らさずにいけるなって思いました。あと、なんかその日によって違うのかな、あれっていうトッピングがあって、納豆と刻んだたくあんのトッピングで、それも頼みたかったんだけど、なんか初めてだったから、館内二郎、緊張して言えなかったよね。そう、だから次はリベンジしたいなと思ってる。はい、緊張する。私、そう、コールの時とかも緊張するもん。ニンニク入れますかって聞かれた時の緊張感が本当にね、苦しい。自分のコミュ力のなさが苦しい。やばい、メイクがちょっとムラになってる、急いでやったから。おっと、クマがめちゃめちゃ読んでなかった。
読みます。くま、どこまで読んだかな、ここら辺かな。読んでたらごめんなさい。ゆうた、くんけん、まっく、じん、てるきゅん、まい、あきら、ぶん、ぶんちゃん、あきら、みずほ、ガゾリンチョ、ガゾリンチョ、えるつ、たけ、ずうき、いこはち、おうくん、まっさん、まっさんです。くもありがとうございます。ありがとう。はあ、はい、そんな感じでした。ラーメンはあと何話そう。じゃあちょっとコメントからネタを探していこう。ミーラーメン活動してください。私拍手タグ見てるので。あ、でもたまにハッシュタグはつけてくれてるけど、お店の名前つけてない人がいるから、知りたいからお店の名前書いてほしいです。お願いします。2時間マジ寒かった。だから普段あんまりしないマフラーを巻いていった。絶対並ぶなって思ったから。そう、ダメでも書かなきゃ。フェイトちゃんたちは寝てます。寝ちゃった。うん寝てる。千葉から美味しいよねそう、もう2時間ね。ディズニーのアトラクションって感じ。コア君見てたよ。見てた。フェレットは夜行性、基本夜行性なんだけど、多分人間と生活してるとリズムが崩れちゃうんだと思う。うん、プリテンダー見たよ。いやもうプリテンダーはいいよね。しみるよね。前もショールームでプリテンダー好きって話したよね。待ってる間ツイッター見てたツイッターだからいつまで配信してくれるの。いつまでだろう。決まってないな。喋れるだけ。実態で言ったら2020年になった。あるある、わかる。そう、ベスコスねやりたかったんだけどちょっと間に合わなかった。出遅れた。今更やってもいいのかな。初日の出までって、それってさ4時5時ぐらいまでってこと。強くないそれ。秋原からも来てる。明けおめかわいい。うん、ちょんまげしてる。あ、これちょんまげヘアっていうの。キハラちゃん寝なさい、それな。いや、あの子夜更かしよ、めちゃめちゃ。そうだよ、あの子結構起きてるからね。一緒のホテルの時とかゲームやってるからね、ずっとなかなか寝ないのよ。すっぴんではないんだけどね。ちょっとしてるけど、まあほぼずるい、ずるいね。ほぼすっぴんっていうのは。明太チューブ残ってるよ。あ、かわいい。日向さん
ドレミソラシドじゃん、言えなかった。ちょっとすいません、あの今の聞かなかったことにしてください。かわいい。初詣は行く予定。みーにゃ最近面白いって絶対嘘。面白くもなんともないよ。私本当に超つまんない人間だから。はい。まあインスタライブとかよりかはね、全然素で喋ってる。インスタライブはちょっとなかなかなんか、そうよく見せようとしちゃうよね自分を。ね、待って、そう今のこ話して面白いよって言ってくる人本当にやめて。言わせたみたいじゃん。恥ずかしい、やめて、本当にやめて、やめてください。怒ってるよ。怒ってっから。あ、ちなみにお酒は飲んでないです。酔ってるわけでもないから。今来た、明けおめ、明けおめ。ありがとう。みんなありがとうね、その1日の夜中から見てくれるなんてね。自分に酔ってるんだもんな。まあそれは一理あるよね。うん。そう、今日美咲ちゃんとお出かけした。そう、ラストアイドルの美咲ちゃんと、ただ美咲ちゃんじゃない方、そう、ただ美咲ちゃんじゃない方っていうのは失礼だ、ちょっとごめんなさい。そう、キャンの方。そう、美咲がどっちも仲いいから。そうそう、うなぎ食べに行った。そう、年最後だからちょっと贅沢しましょうって誘ってくれたの。あのね、銀座の美町ってところかな、そこがまたすごい並んでまして、でもそこはまあ30分強ぐらいで入れたかな。そう、並んでた。美味しかった、うなぎは美味しいよね。あ、いいところだよね、なんかすごい並んでたから。そう、もう2時間並ぶとね楽勝よ。おいくらっていうのはちょっと調べてください。でも一番安いうなぎ、うな重を食べました。すごい、え、明けましておめでとうございますのツイートにもう323件もリプが来てる。みんなありがとう、すごいね。人気者だから、ふみちゃん。さっきふみくんに間違えた、ふみちゃんね。え、本当にスーパーアイドルだねとか煽るのはやめて。ありがとう。今度握手会で美味しいラーメン屋さんの話してもいい？え、してほしい、教えて。逆に私も、そう、私ね、そう聞いてもらえることも多いんだけど、とっさに出てこなくてヘッドってなっちゃうから、ちょっとうん、ちゃんと決めとく。私も大分のラーメン美味しいの。そうなの、ね、やっぱさ地方のラーメンって美味しいよね。
食べたいよ。クマあっつんエグルス、あこれ初ウサギ、大石マスキオレグルス、水野十三、十三しげちゃん、山寮、ふみちゃん、ふみちゃん、ふみちゃん、いきぴょん、マッサン、マッサン、あ、ここら辺は読めてたかな、ありがとう、くま、はい、え、待って、え、読めてないのあった、ワインのギフト、のっち、のっちもありがとう、あれ書いてない、ごめんね、ちょっと読めてないのあったら申し訳ない、タケエルツガソリンチュ、ガソリンチュ、みずほ、アキラ、あ、ここら辺読めてるね、ありがとう、まあゆるくいきましょう、無言で紹介、そう B アイドル、あかりんさんのやつだね、塗り方かわいい、嘘、あー確かにね、言われる、メンバーに言われたわ、みーやってリップポンポンつけるよねって、そうポンポンつける、そうだよ、上下おしるこセットで、下は今見えてないけどね、あんね、技ではないからね、多分真似しても何も得することないと思う、うん、え、でもべったり塗りよりかは抜け感が出るから、うん、そこは好きかな、しっかり塗りすぎるよりもいい感じになるから、でちょっとティッシュオフする、存在が可愛い、ありがとう、じゃあこうやって画面で映ってるだけでもいい、持たないね、喋れなきゃ持たないね、ティッシュ食べてないわ、シナモンの口誰も分かってくれなかった、分かりづら、つらいまあ分かんないよね、そりゃそうよね、ナータンがミリナのモノマネしてた、何してたんだろう、どういうモノマネだ、ナータンのモノマネに似てないもん似てないもん、
似ていたよありがとう。タレ目、タレ目なのかな。トーマス、もうトーマスネタみんなもう忘れてっかと思った。いいよ忘れて そう、富士急にトーマスランドあったの。そうそうそう、いや、やっぱりさ、撮影の時にもう行かせていただいたんですけど、やっぱね、ミリニャ いるよって言われたよね、みんなに。私もノリノリでさとかやっちゃってさ誰かのフォルダにあるでしょう。でもトーマスってさ、めちゃめちゃ種類いるのね。トーマスランドに行ってさ、あれこれトーマスじゃん、あれ違う、これトーマス、あれいないみたいななって、最後の最後にいましたけど、すごいファミリーがいた。シナモンのモノマネいいよ。僕シナモン、みんな明けましておめでとう。汗汗汗汗。シナモンはもっと可愛いよ。シナモン喋る喋る喋るよ。歌も歌ってたりするよ。シナモンくんは。トーマスやって、あね、トーマスってさ、トーマスの声わかんないの。ごめんね。想像でやると、想像でやると、僕トーマスって感じかな。わかんない。あ、やっぱアンパンマン？え、やっぱそうだよね。今の似てないじゃん。私もアンパンマン意識してやった。ちょっと練習しとくね。よかった。ピカチュウ、ピピカピカピ、違うね、ピカピピカですか、違う。ポケモンはね、ちょっと長らく見てない。ハッシュタグ大谷恵美ちゃんかわいい、ありがとう。それでじゃあツイートぜひしてください。あ、そういえばさ、え、トゲピー？嘘、もうわかんない、もうあのね、トゲピーとかコダックとかもうごめんわかんないごめんわかんないよ、もうもうわかんない、ごめんね。そういえばさ、そう、マイショールームやってさ、
ハッシュタグミリニアルームでツイートしてくれてる人がいてあ、これもう忘れられてないんだと思って嬉しかった。全然強制とかではないんですけど、そう、ハッシュタグミリニアルーム全部ひらがなで、前かなり前にこれぜひ使ってツイートしてねって言ってて、まだやってくれてる人がいて嬉しかった。ありがとうね。そうそう、ひらがなミリニャルームです。あ、かわいい。あれ、あ、そっか、さっきはドレミソラシドで今キュンなの。かわいい、かわいい、かわいい。ちょっと見入っちゃってごめんなさい。そうだね、年末というか31日、暇なのがちょっと悔しいよね。悔しいというかね、やっぱ31日も忙しくありたい、1日も忙しくありたいよね。これからそうなっていけるように頑張りますと思ってた今日、昨日か昨日1日なんで私はのんきにうな重食べてるんだろうって思って、うん、夢はねたくさんあるもんね、一緒に叶えていけたらなと思ってます。いきなりシュンとなってしまった。みんな何するの今日は。寝る？ずっと寝ちゃう？初詣？お仕事の人とかもいるんだよねきっと。おばあちゃん家行く。いいね。私もね、今日ちょっとある場所に家族と行く。またじゃあ報告するね。お餅つきする、いいな、羨ましい、羨ましい。私こねる方が好き。でもあれさ、プロの方とかだとさ、めっちゃ早いじゃん。あれね、いつか怪我しそうとか思っちゃうんだよね。いや、プロの人だからしないと思うんだけど心配になっちゃう。お餅美味しいよね。わかる。私が4日の握手会でプクプクしてたらお餅食べ過ぎたんだなって思って、まあそう思われないようにちょっと頑張ります。え、機械で作るのなんかあるの、もうすごいね。まあね、まあお餅食べなくてももうこれなんですけど、顔がね、顔がめちゃめちゃ丸いの私。そうだからね、ちょっと太るだけでも顔がボンってなっちゃうから気をつけるね。スクショしたんですけど、いいでしょ、いいよ。その代わり可愛いやつにして、可愛くするから。どう、大丈夫？
伸びちゃうじゃん自分でやりだしたけど。今日涙袋ね、書いてないの私、基本顔やばそう、基本涙袋書いてなくてピンクのアイシャドウのせてる。ちょっとその涙袋がね似合わないの。前書いてたりしたけど似合わないなと思ってやめたまあ人によってね違いますよね。あ、そう、暗い髪の毛にしたの。30日に髪染めに行って暗めにまたしました。また乗せるね。眠くないよ、まだ眠くない。でもさっきピーク来てた。ピーク過ぎると全然大丈夫だよね。くじする時の顔好き。いいよ、じゃあスキューしよう。これのどこがいいのか。ちょっとやめとこ。そう、斜め前髪が前好評だったから今やろうと思ったけど、メイク薄い状態でやるとちょっと事故っちゃうからやめといて。今来た、おいで、ようこそ。朝まで配信しますか。朝は夜中ぐらい、牛蜜時ってやつぐらいまで。朝はみんなの方が辛いでしょ。私はなんか別に大丈夫なんだけど。牛蜜時合ってるよね。そう、 2時から3時ぐらい。あ、でも2時までするかわかんない。でも2時までするんじゃない。だって暇だもんみんなは、みんな忙しいの、暇なの、どっちなの、どっちなのかな。だよね、暇、暇だと思った失礼、大変失礼なことを言ってしまいましたなめてないよ。違う、違うの、仲良しの証拠じゃん。まあよかった、みんな暇で一緒だね。ミーヤの寝言を聞きたい。私寝言言わないよ。あ、そういえばさこの前福岡泊まりだったんですけど、ナータと同じ
部屋だったのね。で、そう、夜中に、夜中っていうかまあ夜中かね、お風呂入っててちょっと起きちゃったのね、ナータンが。でその時にそう起きちゃって、でついでにと思ってワイワイの場所を聞いて、でなんかそう教えてくれたんだけど、ナータンいきなり笑い始めて、ふーんみたいな笑い始めて、え怖っと思って、なんだろう、寝ぼけてたのかな。でもその次の日聞いたら笑ってたの覚えてるって言ってたから、あれは何だったんだろうねっていう話。面白怖かったよ。怖いよね。可愛かったよ怖いけど可愛かったよ。そう、私のためにお風呂も炊いといてくれてて優しい、優しかったよっていう話でした。そう、福岡で食べたご飯の写真はちょっと撮ってないんだけど、ナータに食べてもらったお風呂のお湯の写真は撮ったそう、お風呂の写真は撮ったの。これこれ見えるかな、これ見えるのかなこれだけ撮った記念に、写真撮っといたフフッ、何にも使ってないけど。そう、ナータンが溜めたお風呂って思いながら喋っとったもつ鍋食べてよ。もうあんで、ね、もつ食べすぎちゃった。メンバーが一緒にいたんだけど、メンバー結構もつ食べれない子が多くて、ちょうだいちょうだいしてたらあの鍋の中にもつがたまりにたまってしまってもう食べられないみたいな。めちゃめちゃ食べた、それぐらい食べた。美味しかった。そう、美味しくていっぱい食べちゃったの。あと花も、あ、指原さんだ、ジアールデイズで指原さんが映ってらっしゃる。綺麗な足そう、花が持つ初めて、多分初めてだったっぽくて、美味しいって言って食べてた。もつ食べてたのその2人だけなんじゃないかな。うん、ぜひ皆さん食べてみてください。他のメンバーも食べてたのかな。なんかそのテーブルがあって、鍋3台あったからちょっとそこまで見てないけど、で締めにちゃんぽん麺を入れてて、あ、なんか追加で頼んだのね、足りなくて、でめもう、大量じゃんって思うぐらいのちゃんぽん麺が来て、終盤ぐらいにそれでいおりがもうなんだろう、大家族のお母さんみたいに
ほらお食べみたいなやっててね、お母じゃんってなってた。美味しかったな、ちゃんぽん麺。そう、もう大家族のお母だった。そう、アンナも言ってた。そう、アンナががちょうだいちょうだいって、まあ、アンナだけじゃないけどメンバーがみんなちょうだいちょうだいって言われにやり始めて家族みたいになってた。そんな福岡の日々でした。お、スイパラで私考案のアップルパイ食べるからね、ありがとう。あのね、私も食べたんですよ、アップルパイ。あのね、めちゃめちゃ美味しかった、本当に美味しかった。私の想像の 10倍以上美味しかった。あの違うの、あのちょっと待って、違う、あの想像してたのがあの美味しくないとかじゃなくて、美味しいと思っててその10倍以上美味しかった。美味しかった、ありがとう、食べてくれたみたい、みんな。そうだ、私ね、そう結構誤解を招く言い方をしてしまうことが多いから、それを直したい2020って感じです。本当に下手、言葉選びが。かわいいサステナブル。エミリちゃんの言葉の使い方私大好きで、ありがとう。ありがとう。私もちゃんと自分に満足できるようにしていきたい2020って感じです。私ゆきりんさんの見せ方とかすっごい好きなんですよ。なんだろう、しなやかで美しいですよね。アイドルらしさもありつつ、しなやかで美しい、とても上品な感じで、すごいやっぱり歌番組とかでも見入ってしまいます。あとゆきりんさんのソロ曲とかもすごい好きなんですよ。結構しっとり系の失恋バラードが多いじゃないですか。そういう曲が好きで、そうそう、見せるプロって感じ、わかるね。わかる、ミルキーさんもわかる、綺麗だよね、すごい可愛らしいのに、その中に色気もあるっていう見せ方、綺麗ですよね、ミルキーさんとかも。勉強になります。私なんかまだまだね。そうだね、パフォーマンスの向上をする2020。ライブも皆さん今年もたくさん来てください。たくさんできるように頑張ります。あ、ノンノが好きなキングヌーさん、
みーちゃんにいっぱい会いに行くよ。ありがとう、待ってるよ。2020言いたいだけ。まあそういうとこある。何のこたつで漫画読んでる。いや読んでそう。ちょっとのんのとキアラに LINE 返すね。ナウ。明けおめ。こたつで漫画読んでるの？の？って聞いた。キアラにも。キアラ、明けおめ。かわいい、大好き。カワウソのヌンヌンっていうスタンプ送った。起きてるかな。ごめんね、ちょっと待って、返事来るのかな。来たらまた報告するね。かわいそう、かわいい。早っ。のんの、そうだよ、できた。今年もよろしくね。楽しそう。よろしくね。ショールーム？何してるの？できた。写真撮って送ろうかな。ショールームって送ろう。そう、のんのん早い、返信早い。うん、ショールーム？うん、あの笑い声はしない。あ、電話してみようじゃ。秒で出るじゃん。出た出た。今そうだよ、みんなね電話してほしいって言ってた、のんのに。あ、本当に？うん、嬉しい。本当に思ってるのか。思ってるよ。じゃあ、おけましておめでとう。あ、おけましておめでとう。え、うん、おめでとうだね。おめでとうだね。え、あのさ、うん、漫画読んでるの？読んでる。ごめん、漫画読んでる時。あと4巻。え、何巻読んだの？なんかね、18巻まであって、うんうん、ずっと読んでるんだけど読み終わらなくて、うん、年を越しちゃった。え、でもあと4巻ってすごくない？そう、あと4巻で終わる。すごい。え、年越しそば食べた？食べてないよ。食べた？食べないの？うん、食べない。私食べてない。いや、一緒だね。そう、じゃあさ、うん、うん、何？なんて言おうとしたか忘れた。なんだよ、みんなにさ。何？うん、なんか伝えてあげて。伝えること？うん、ミリニャの、うん、